最近ね、IKEA でこのなんていうんですかね、テーブルの足を買ってきまして、で、ホームセンターで天板をね買ってきまして、でこんな感じでパソコンデスクを、まあ、DIY っていうかもう普通に足買ってきて天板色塗ってワットコイルでねで乗せただけなんで、まあ、DIY っていうほど大げさなものじゃないんですけど、パソコンデスクをまあこんな感じで最近新しくしました。で今は、こういう形でね、MacBook があって、でディスプレイモニターがあって、で2つの画面で作業してたんですけど、実はですね、ここにもちょっと先から映ってましたけれども、この LG のウルトラワイドモニターですね、34インチの、新しい液晶モニターを買いましたんで、ちょっとね今日はこれを開けて設置していきたいと思います。これが、HDMI ケーブルですね。電源のなんて言ったらいいんでしょう、 AC アダプターになるのかな。で電源コード、はい、でおっと CD が生で入ってますねそんなことある。で、セットアップガイド、でこれが足、お、なかなかかっこいいですね。質感もかなりいい感じ。プラスチックかな、この中は金属っぽいですけど表面はプラスチックかな。裏側のくるくるをねじってここを回して取り付けてくださいっていうのが、ここにね段ボールに書いてある感じかな。ちょっと映ってないけど、あ、カメラが傾いてしまってる。ここね、こんなところに書いてありますね、これの説明が。よいしょ、これが出た。表面はプラスチックでも質感はまあまあ悪くないかな。はい、なるほど。これをさっきのここにこう刺して、でここをねじって、ではい、これで固定ができましたね。これが液晶モニター本体なんですが、よいしょ、おー大きい、かっちょいいですね。 LG のところにテープが貼ってありました。ここにこれをはめるだけでいいのかな。この上に爪があるから、この爪と引っ掛ける感じで先にこっちを刺して、でガチャッすれば、あ、これだけ。なるほど。あ、すごい。ちょっとこれ説明しようか。これね、面白いのがここにね、なんかロックのボタンみたいなのがあって、これを下げるとロックが外れるっていう作りになってるみたいですね。このこれで、あ、この中のねロックのなんて言うんでしょう、引っ掛けみたいなやつが動きますね。でこっちのこの出っ張り、こういう風になってるところを先にこっちから上から刺して、で下に
これでねもう取れなくなって、で取りたい時はここの下のつまみを下に下げながら上に持ち上げると取れますよと。面白いですねこれ。入力端子は HDMI が2本と、ヘッドホン挿すところと、で電源ですね、入れるところですね。ちょっと早速ねこっちのテーブルの方に設置していこうかな。ちなみに、設置する前にちょっと一つだけ説明というか、まあ一旦比較なんですけども、今使ってるこのディスプレイが、プリンストンっていうところの 23.5 インチの 1920×1080 の解像度の、ディスプレイモニターを使っていて、これはねあのリサイクルショップで5000円で、はい、買いました。結構数年、もう何年も前ですね。こういう風にね、デュアルディスプレイみたいな感じで、使ってました。右のモニターに、編集画面を出して、で左のモニターに、素材とかを並べるみたいな感じの使い方をしてましたね。ちょっと一旦それも見ましょうか。こんな感じですね。右のディスプレイ、ここにプログラムの表示画面があって、で、レガシータイトルマネージャーみたいな、やつですね。タイトルを打つところと、テンプレとか並べていて、で、ここに、BGM とか効果音を並べてて、で、ここにプロジェクトの、なんて言うんでしょう。まあ、まとめたデータとかですね。で、ここが、シーケンス。まあ、タイムラインとかやったりしますけど、ここで、この動画をね、カットしたりとか編集をしたりかけたりとかをして、こっちの左の画面は何に使ってたかというと、ここにエフェクトを並べたりとか、場合によるんですけれども仕事で使う時なんかはこのね BGM と効果音が結構多かったりするんで、 BGM と効果音をまあなんて言うんでしょう、このエフェクトはもうちょっと短く小さくしてしまって、でこの BGM とかをこっちにバーッと広げて、こんな感じでね、でここにテンプレのテキストとかがあるんで、テンプレのテキストとかをこっちに掘り込んで、で、ここの BGM、エフェクトなんかを並べて、こういうふうにね2画面で作業したりとかをしてたんですけれども、これを1画面でね作業できるようにしたいなと思って、今回34インチのウルトラワイドディスプレイを買ってみたんで、ちょっと置いてみたいと思います。いやー、だいぶね、時間がかかってしまって、もう日がかなり沈んでしまって暗くなっちゃいましたが、できました。さっきのね、あの23.5インチかの、フルハイビジョン、フル HD のモニターを、撤去して、で、LG の34インチ、これがですね、解像度が 2560×1080 のディスプレイモニターを設置しました。で、僕は Windows でゲームもしますし、配信もしますし、で、MacBook Pro でね、動画の編集とかもするので、これにしたんですけど、一旦ね、MacBook Pro の方に接続してみたいと思います。はい、着きました。でかいですね。今、34インチのこのディスプレイとここにね MacBook Pro 置いてますけど、すごい大きさ。ちなみにさっきやってたのと一旦同じような配置に並べ直すとこんな感じかな。でちょっと一回これが邪魔なんでどけましょうか。はい、これがね先ほど使ってた1920×1080、 16対9の画角です。そのままいじってないです。さっきまで、プリンストンのディスプレイでね、
23.5 インチのモニターでこの大きさで作業してたのがですよ、34インチになるとどうなるかっていうと、はい、こうなるわけですね。横に伸びたの分かりますかね。タイムラインがね、ブワーッと横長に伸びて、でここにプレビューがあって、でタイトルマネージャーなり、まあ、こうテンプレというかね、この、メディアブラウザーとかプロジェクト画面とかが並んでるんですけど、まあ、これでねすごい横に広がったんで、いちいちこっちを使わなくても BGM はこっちに入れちゃって、でエフェクトもこっちに入れちゃって、もでも MacBook Pro をね閉じてしまっても、はい、十分これで使っていけるかなっていう感じなんで、エフェクトもね、まあこれさっきほど広くは見えないですけど、カスタムで動かしたりとかしてね、こうこことかに動かしちゃったりとかして、はい、エフェクトをねこういう風に持ってくることとかも可能なの でタイムラインはなるべく長く使いたいんで、まあ、タイムラインはねこの横ブワーって長くてもいいんですけど、音量なんかもこんなに広くなくていいし、まあこれはまたおいおい自分で調節していくことになるとは思いますけど、まあ、この辺とかもねそんなに広くなくていい、ここもそうですね、こことかもこういう感じでいいので、はい、かなり広々とね使うことができます。これだけ長ければ、このエフェクトねこうやって分割してここに出して、エフェクトはエフェクト、 BGM は BGM で、こういう風にねちょっと今狭い、かなり狭いですけど、まあ、こうやってねやっぱり並べれるものが増えるっていうのはすごい作業効率が上がるので、いや素晴らしい、これは素晴らしいですね。この広々とした画面で、まあかなり大きいので、まあなんて言うんでしょう、机もね広くないとある程度はねダメですし、でまあこのあんまり近いとね、なんて言うんでしょう、こう横に広すぎて多分逆にやりにくいかもしれないので、ある程度ねこう縦も距離が取れて横も大きさがあるっていう環境じゃないとちょっと難しいのかなとは思いますけど、縦もね少し大きくなって、まあ、横はかなりワイドになって使いやすくなったかなと思います。これは Mac で使うときはこういう風に使っていこうかな、主にねプレミアプロでこうガリガリ編集したいっていうのでこれを選んだんですけど、ちょっとね Windows のゲーム配信とか、あとゲームもねもちろんこのモニターでやっていこうと思うんで、ちょっと Windows も起動してみたいと思います。この時点でもねかなり広いんですけど、そうですね、一旦ゲームつけてみましょうか。はい、今ねモンスターハンターワールドのアイスボーンを起動しました。ちょっとねイントネーションおかしくなっちゃいましたけど、でこれがね21:9、普段は16:9って言って、これぐらいの画角なんですけど、これがね21:9っていうウルトラワイドの画角のモンスターハンターワールドアイスボーンですね。はい、ちょっと名前をね、フルで読み上げるとかなり長いんですが、こんな感じでねかなり横長の画面でゲームをすることができますと。普段まあ一人でゲームするときなんかはまあこれでやればいいかなと思ってます。はい、こんな感じでかなり横に広がって見えるの分かりますかね。すごいですよね。でね、ゲームの配信をするときなんかは、21:9のウルトラワイドの画角で配信することもできるんですけど、それでやると視聴する人がね、まあ、16:9のモニターで見たときとか、あと iPhone とかで見たときに、上下に黒帯ができてしまって、なんかすごい不自然に横長な、なんて言うんでしょう、表示領域っていうんですかね、画角で視聴することになってしまうので、それを避けるっていう意味もあるし、あとはなんて言うんでしょう、まあ、単純に見る人が見やすい、で自分も別に問題なくプレイできる、でかつ、すごい効率的というか、まあ
なんて言うんでしょうね、管理しやすく、ゲーム配信できるっていうので、こっちのね、ゲーム画面の方は、ウィンドウモードの16対9で、配信の時はプレイして、で、OBS 立ち上げると、例えばなんですけど、こんな感じですね。今まで通り、通常の画角で、まあこれちょっとね、同じ映像が被ってて、すごい見づらいかもしれないんですけど、まあ配信するときはね、こういう OBS っていうソフトを使って配信するんですけど、配信のときは16対9でプレイをして、で、このね、横の余ったスペースのところに、こういう、なんて言うんでしょう、配信の、チャットとかをですね、こうポップアウトとかして、で、こう横に持っていって、で、こんな感じでね、チャットを横に並べて、あとこのアクティビティ、誰かがまあフォローしてくれたとか、サブスクライブしてくれたとかいう、そういう画面も表示しながら、こっち側でゲームができると。ね、配信の画面を管理しながら、同時にこうゲームをプレイできるっていうので、すごい使いやすいのかなと思います。これね、34インチの LG のウルトラワイドモニターですね、を、買ったっていう動画でした。はい。なんか締まりのない感じですけれども。これでね、これからまあ編集、MacBook 使ってね、編集であったりとか、Windows でね、どんどんゲームとか配信とかもしていきたいなと思います。これからもよろしくお願いします。何これ。じゃあ。